この動画ではセキュアネットワークアナリティクス SNA という製品の簡単なチューニング操作方法例について紹介します。シスコの上野さんに解説していただきます。チューニングの簡単な操作方法の例というのを一つ示していこうと思います。今ラボ環境の方でいくつかイベントが発生しています。で特に今日の動画ではこちらの ICMP フラットという動画イベントの、詳細を見ていって、そこからチューニングをどうやって行っていくかという操作例を示していきます。今日の動画ではここのアラームズバイタイプというグラフからここの ICMP フラットをクリックしていきます。そうすると画面が切り替わっていて、この ICMP フラット2件発生していたわけなのですが、その原因となったホストの情報というのは出てきます。ここではこの2つのホスト 192.168.23.167 と、第3オクテット目まで同じで MATSB161 というこの2つのホストが原因であると分かります。でさらにこのディテールズというところをクリックしていくと、この上のホスト、MATSB167 の方のホストのイベントの詳細が出てきます。クリックしていきます。そうするとまた画面が切り替わって、今度この 192.168.23.167 このホストの ICMP フラット、このイベントの詳細が出てきます。この三角をクリックすると、ちなみにこのイベントのさらなる詳細というのが出てきて、具体的にどのぐらいの数のパケット数が、ICMP フラットなので5分間にどのぐらいのパケットが観測されたかというデータが出てくるんですけれど、その情報がこちらに出てきますと。でここからチューニングする際なんですけれども、いろいろなやり方はあるんですが、一番簡単な方法としては、こちらの右端のアクションズの下のこの点が3つ並んでいるアイコン、これをクリックして、チューンイベント、これをクリックすると。これをクリックすると、このイベントがトリガーされた時に使われたセキュリティイベントの定義が出てきます。クリックしていきます。そうするとこういった形で ICMP フラットの定義が2つ出てきて、特にこのエフェクティブとなっているのが、先ほど画面で出てきた ICMP フラットが、トリガーされた原因のセキュリティイベントになるので、ここの設定を見ていくというのが1つの簡単なやり方です。具体的で言うと、ここの ICMP フラットで言うと、ここの振る舞いベースの値と、ここの固定的なスタティックな値の設定2つあってですね、特にこのスタティックな方の値、これを変えていくことで、ご検知を。利用性の方のご検知を減らしていくということが可能です。今この環境アイテムもすでに検出の敷地を低くしてあるんですけれど、例えば実際に使っている環境だったら、ここがデフォルトで、結構な数になっているんですけれど、これを上に上げていく、例えば。でそうすると、その基準値を大きくしたことによって、アラームの発生地自体が減っていって、利用性が減っていくといったような形になっています。チューニングのやり方はいろいろあるんですけれど、今日の動画では簡単なやり方の一つの例として、アラームのダッシュモードに出てくるアラームの画面から画面をドリルダウンしていって、そのアラームが発生した原因であるところのセキュリティイベント、この設定を変えていく方法という形で一つ例を示させていただきました。チューニング概要はこちらの動画でご案内しているので、ぜひご覧ください。ホストグループとチューニングの詳細説明は、ATX で視聴いただけます。一度最適化しても、組織変更や時間の経過とともに環境は変わります。定期的なチューニングを運用に組み込んでセキュアな環境にしていきましょう。それではまた別の動画でお会いするのを楽しみにしています。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。